お元気ですか、ボクシミでございます。今回は2024NPB プロ野球カード開封動画でございます。今回はですね、後編の12パック開封していきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、後編の1パック目でございます。埼玉西武ライオンズの平海馬投手でございます。広島東洋カープの新井貴浩監督でございます。北海道日本ハムファイターズの山本拓海投手でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。これ銀箔でございます、銀箔で、銀枠でございます。阪神タイガースの能見敦投手でございます。千葉ロッテマリーンズの田村達弘捕手でございます。横浜 DeNA の伊藤光捕手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの広瀬隆太内野手でございます。中日ドラゴンズの高橋宏斗投手でございます。楽天の中島大輔外野手でございます。読売ジャイアンツの山崎伊織投手でございます。2袋目でございます。あ、ごめんなさい、ちょっとね、今ハサミをね落としてしまいました。大変失礼いたしました。で、改めてね、2袋目でございます。埼玉西武ライオンズの宮沢大成投手でございます。阪神タイガースの近本浩二外野手でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。広島東洋カープの堂林翔太内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの矢沢浩太投手でございます。はい、で、ヤクルトスワローズの松本健吾投手でございます。福岡ソフトバンクホークスの前田悠伍投手の銀枠でございます。で、横浜 DeNA の相川亮司捕手でございます。これ OB でございますね。はい、千葉ロッテの荻野貴司外野手でございます。読売ジャイアンツの長野久義外野手でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。東北楽天の松田拓磨投手でございます。3袋目でございます。埼玉西武ライオンズの成田春瀬投手でございます。阪神タイガースの岩貞雄太投手でございます。オリックスバファローズの東晃平投手でございます。広島東洋カープの大瀬良大地投手でございます。北海道日本ハムファイターズの福田卓投手でございます。東京ヤクルトスワローズの、これ山田哲人内野手でございます。
で、中日ドラゴンズの立浪和美、失礼しました、中日ドラゴンズの立浪和義監督のですね、こちら金枠でございます。この金枠はですね、265シリでございます。はい、ね、こちらでございます。で、千葉ロッテマリーンズの早坂音、投手でございます。横浜 DeNA の平健太郎投手でございます。中日ドラゴンズの藤島健人投手でございます。で、東北楽天の鈴木空投手でございます。ごめんなさい、読売ジャイアンツの方ね、映ってしまいました。じゃ、2つ片付けました。ではね、改めて、東北楽天の鈴木空投手でございます。失礼いたしました。で、読売ジャイアンツの森田俊也投手でございます。4袋目でございます。埼玉西武ライオンズの佐藤俊介投手でございます。阪神タイガースの木浪聖也内野手でございます。で、オリックスバファローズの宗佑磨内野手でございます。吉間東洋カープの上本隆内野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの宮西直輝投手でございます。で、ヤクルトスワローズの石山太一投手でございます。で、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督のこれは銀枠でございます。で、東北楽天の後藤光隆内野手でございます。こちらね、 OB でございます。千葉ロッテの木村優斗投手でございます。横浜 DeNA の関根大輝外野手でございます。少々お待ちくださいね。中日ドラゴンズの福永博樹内野手でございます。ソフトバンクホークスの周東右京内野手でございます。お袋目でございます。読売ジャイアンツの秋広優斗内野手でございます。で、東北楽天の酒井智仁投手でございます。福岡ソフトバンクホークスの沢柳良太郎投手でございます。で、埼玉西武の竹内夏樹投手でございます。で、横浜 DeNA の石川達也投手でございます。で、東京ヤクルトのネフタリソト内野手でございます。で、横浜にもね、在籍しておりました。で、中日ドラゴンズの中田翔内野手でございます。こちらね、銀枠でございます。ヤクルトスワローズのこちらは、高須慎吾監督でございます。北海道日本ハムの両瀬良介内野手でございます。広島東洋カープの床田博樹投手でございます。オリックスバファローズの小木田敦也
投手でございます。で阪神タイガースの霧下拓磨投手でございます。6袋目でございます。すいません、またね、ハサミをね落としてしまいました。あと手袋してるのでね結構滑りやすいのですので、その時もね、ご了承ください。埼玉西武ライオンズの源田壮亮、内野手でございます。で阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。オリックスバファローズの若月健也捕手でございます。広島東洋カープの坂倉翔吾捕手でございます。で北海道日本ハムファイターズの松本剛外野手でございます。でヤクルトスワローズの高橋奎二投手でございます。ちなみに奥様はね、元 AKB の板野友美さんでございます。でソフトバンクホークスの周東右京内野手の銀枠でございます。はい、失礼しました。千葉ロッテの西村隆弘投手でございます。元日本ハムファイターズでございます。読売ジャイアンツの井筒口優太内野手でございます。東北楽天のこちらがですね、太田光、捕手でございます。太田光捕手はあの爆笑問題の太田さんと、漢字が同姓同名の選手でございます。横浜 GNA の石田雄太郎投手でございます。中日ドラゴンズの清水達也投手でございます。はい、こちらね、6袋目が終わって7袋目でございます。ではね、7袋開封していきたいと思います。埼玉西武ライオンズのヒグマ拓也外野手でございます。阪神タイガースの西勇輝投手でございます。オリックスの、小田島誠龍投手でございます。広島カープの、これは野間孝義外野手でございます。北海道日本ハムファイターズの新藤優也捕手でございます。東京ヤクルトスワローズの木澤直文投手でございます。で横浜 DeNA の山崎康崎投手の銀枠でございます。ソフトバンクの、和田剛投手でございます。 OB でございます。あ、ごちそうさま、まだ現役でした、失礼いたしました。千葉ロッテマリーンズの藤岡雄大内野手でございます。中日ドラゴンズのダイアン・ビシエド内野手でございます。東北楽天の浅村秀人内野手でございます。読売ダイアンツの坂本勇人内野手でございます。8袋目でございます。埼玉西武の中村剛也内野手でございます。
阪神タイガースの大山雄介内野手でございます。オリックスバファローズの高島泰斗投手でございます。広島カープの大道春樹投手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの玉井大将投手でございます。ヤクルトスワローズの中村悠平捕手でございます。入枠でございます。千葉ロッテの寺師雄星捕手でございます。読売ジャイアンツの近藤大輔捕手でございます。投手でございます。失礼いたしました。横浜 DeNA ベイターズの京田陽太内野手でございます。でソフトバンクの中村晃外野手でございます。中日ドラゴンズの根尾昂投手でございます。で東北楽天の早川隆久投手でございます。はい、9袋目でございます。ちょっと映像がねぼやけてしまいますが、ご了承ください。で、埼玉西武の青山みなと投手でございます。阪神タイガースの坂本誠志郎捕手でございます。オリックスバファローズの権田龍勢投手でございます。ヤクルトスワローズの中村悠平捕手でございます。で北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手の銀枠でございます。広島カープの小早川武彦内野手でございます。これ、ね、OB でございます。で千葉ロッテの三馬学投手でございます。横浜 DeNA の山崎康明投手でございます。ソフトバンクホークスの、アダム・ウォーカー外野手でございます。中日ドラゴンズの津田圭司内野手でございます。東北楽天の鈴木大地内野手でございます。読売ダイアンツの菅野智之投手でございます。10パック目でございます。読売ダイアンツの萩尾雅也外野手でございます。東北楽天の青野拓実内野手でございます。中日ドラゴンズの岡林勇希外野手でございます。で埼玉西武の今井達也投手でございます。こちらでございますね。で阪神タイガースの石黒裕也投手でございます。オリックスバファローズの平野義久投手でございます。広島カープの栗林良治投手でございます。
北海道日本ハムファイターズの奈良間大輝内野手でございます。でヤクルトスワローズの長岡秀樹内野手でございます。で、千葉ロッテの吉井正人監督でございます。かつてね、日ハムの、投手コーチもね、務めておりました。横浜 DeNA の東克樹、投手のカードでございます。でソフトバンクの大関智久投手でございます。11パック目でございます。でオリックスバファローズの紅林幸太郎内野手でございます。読売ジャイアンツのこちらはちょっと待ってくださいね。船場様広政投手でございます。で東北楽天のウォーターズ理解、ジミル内野手でございます。ちょっと噛んでしまいました、失礼いたしました。中日ドラゴンズの、斉藤光輝、投手でございます。日ハムかつね日ハムにも在籍しておりました。ソフトバンクの少々お待ちください、今手がね手袋が今滑り出ますけどね、柳田悠岐外野手でございます。はい、失礼いたしました。横浜 DeNA の上里に大河投手でございます。広島カープの赤塚健人投手でございます。千葉ロッテの横山陸人、はい、投手でございます。で埼玉西武の片岡康之内野手でございます。でこちらはねOB でございます。で阪神タイガースの岡田彰布監督のこちらは入枠でございます。東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの河野隆盛投手でございます。はい、最後の12パック開封していきたいと思います。阪神タイガースの椎葉剛投手でございます。少々お待ちくださいね。椎葉剛投手でございます。オリックスバファローズの頓宮裕真捕手でございます。読売ジャイアンツの中川幸太投手でございます。東北楽天の、こちらでございます。酒井春人投手でございます。で中日ドラゴンズの立浪和義監督でございます。はい、でソフトバンクホークスの小久保裕紀監督でございます。横浜 DeNA ベイスターズの、森唯人投手でございます。だってねソフトバンクホークスにもね在籍しておりました。で千葉ロッテの、
こちらでございます。増田直也投手でございます。で、埼玉西武の竹内夏希投手と、こちらは銀枠でございます。広島東洋カープの森下雅人投手でございます。北海道日本ハムファイターズの宮崎和樹外野手でございます。で、東京ヤクルトスワローズの清水昇投手で、最後となりますが、ここでね、おまけがございます。おまけはですね、こちらですね、 2024NPB プロ野球カードのお試しパックがございます。こちらをね、開けていきたいと思います。で、こちらには、広島東洋カープの中崎翔太投手のカードでございます。はい、こちらでございます。こちらで、最後となります。はい、で、こちらに、子供から、子供まで老若男女が楽しめるスポーツカードのね、このビギナーズガイドっていうのが書いておられております。はい、以上でございます。ちょっとね、映像がぼやけていますが、ご了承ください。で、最後にね、このね、立浪和義監督のね、こちら限定カードをね、出して終わりたいと思います。で、明日はですね、2024年度版の BBM 東京ヤクルトスワローズの開封動画前編をやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。